ハウンズローセントラル駅は、ロンドン西部ハウンズローロンドン特別区、ハウンズローにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。ピカデリー線ヒースロー支線に位置しており、西隣は、ハウンズローウェスト駅、東隣は、ハウンズローイスト駅である。駅舎は、ランプトンロードにあり、ハウンズローハイストリートから500メートルほど北、ランプトン公園の近くにある。 トラベルカードゾーンは4に属している。ハウンズロー周辺の鉄道路線、鉄道駅の運行時期を示した地図ハウンズロー、セントラル駅を通る鉄道路線は、1884年7月21日に、当時のメトロポリタンディストリクト鉄道のハウンズロー、バラック駅に至る支線として開通した。この支線は、1883年にハウンズロー、 ハイストリートの東端に設けられたハウンズロータウン駅を終点としていた季節の MDR の路線から分岐した単線であった。当初はハウンズローバラック駅からオスタレースプリンググローブ駅まで途中に駅は存在していなかった。ハウンズロータウン駅は1886年3月31日に閉鎖され翌日4月1日に代替駅として 現在のハウンズローセントラル駅が、ヘストンハウンズローという駅名で開業した。1903年に、ハウンズロータウン駅が再開され、列車はオスタレー駅で分岐して、一部がハウンズローセントラルを経由して、ハウンズローウェストに向かい、他の便は、ハウンズロータウンまでの短距離のシャトルとして運行されるようになった。 MDR の路線の電化は1903年から1905年にかけて行われ、1905年6月13日には、ハウンズロー支線でも汽車から電車への移行が行われた。この電化の際に、オスタレー駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう路線は閉鎖され、ハウンズロータウン駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう新線が設けられた。 オスタレー駅からハウンズロータウン駅まで来た電車は、ここで進行方向転換をして、ハウンズローセントラル駅やハウンズローオエスト駅へと向かった。この運行方法はうまくいかず、短期間で打ち切られた。1909年5月2日に、オスタレー駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう路線が再開され、 ハウンズロータウン駅とそこにつながっていた2本の接続線は廃止された。これに代わって新たなハウンズロータウン駅がオスタレー駅とハウンズローセントラル駅の間に設置された。1912年10月19日には新たな駅舎が開業し、1925年12月1日には駅名が現行のハウンズローセントラル駅に変更された。この時同時に、 ハウンズロー・ウェスト駅とハウンズロー・イースト駅も現行の名称に改称された。ピカデリー線は1933年1月にノースフィールド駅まで乗り入れるようになっていたが、1933年3月13日にはハウンズロー・ウェスト駅まで運転されるようになった。この視線ではディストリクト線が撤退した1964年10月9日まで、 ディストリクト線とピカデリー線の双方の電車が運行されていた。ハウンズローセントラル駅で乗り継げるロンドンバスの路線は120番、203番、H20 番である。ABC、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 ありがとうございます。